いどうも、全国500万のパチンコ依存症の皆さん、ウィンウィン二郎です。今は家で僕と勉強しましょ。さよならサラバン、すべて言います。日本一サラバンを打った僕が500万ゲーム以上の莫大な実践データをもとに、雑誌やネットに載ってない知識も含め、わかりやすくすべて言います。8月で撤去ですが、寝台サラバン2の基本知識にもなりますので、この機会に家で勉強しましょう。今日もこの天国準備の話の続きをしたいと思います。この復活の4ゲームすっごい大事なんですよ。この復活の4ゲームっていうのは逆転の4ゲームとも言いますけど、あの番長3打った人わかると思うんですけど、番長3の設定判別で逆転ね、つまり同じ復活ゲームと一緒ですけど、一回負けてすぐ逆転するやつっていうのは、設定5、6の可能性、まあ6かな、設定6の可能性があるっていう、もうご存知だと思うんですけどね。他の低い設定ではなかなか復活は来ないっていうのはね、皆さんご存知だと思うんですけど、これはね、サラバンでも言えるんですよね。まあサラバンでも言えるっていうのはちょっと違うんですよね。サラバンであったから番長3でも受け継がれてるんですよね。でサラバンの時は公表してなかったんですよね。あの番長3でそれ公表して、あれと思って、僕はもう前から知ってたんですけど、あ、じゃあこれ間違いない理論だと思って、あ、復活するやつっていうのは設定が高いんだなっていう、もう僕の経験上設定5、6でよく出てきましたね。もう特に6の時にすっごい出てくるんですよ、その逆転がね。しょぼい演出だなぁなんて思ったら、負けたと思ったらすぐ復活の4ゲームで当たったりするんですよ。だからそれが来ると4つもあるでしょ、出る確率、モード、弱地解除、引き戻し、そこにもう一回また丸いものがもう一つ加わるわけですよ。そうするとどん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 濃くなってきて、あ、設定6っていうのがどん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 早く判別できるっていうことなんですよね。だからね、復活の4ゲームが来た台はそう簡単に捨てないでほしいですね。さらに、ね、サラリーマン番長2が4月20日に出たじゃないですか。僕まだやってないですよ。それにも絶対対応してます。あの番長ってね、番長シリーズってね、大東技研がね、全部同じチームで作ってるはずなんですよ。だからね、癖が一緒なんですよ。だからもうサラリーマン番長2の基本知識にしてくださいっていうのはここにあるんですよ。もう絶対復活4ゲームあると思うんですよね。4ゲームじゃなくて復活ゲーム絶対あると思うんですよね。天国準備の隠れ示唆を伝えたいと思います。隠れ示唆って何？まあ、実はですね、こんなのもあるよっていうのを、今回ね、僕の動画を見てくださってる皆さんにだけ伝えます。96ゲームで天国ないというのを分かって、しばらく打って100ゲーム超えるじゃないですか。で、100ゲーム超えたら101ゲームぐらいからレア役を引かないで、雫ステージ上がると、まあ B モードですよね、大体。その101ゲームから雫ステージに上がった時にね、やった、上がった、 B モードだと思ってね、ふとしばらくすると108ゲームぐらいで雫ステージから轟ステージとか鏡ステージにね、落ちたり変わったりするわけですよ。あれって、そんなこと経験なかったですか？めちゃくちゃヘビーユーザーの方。それって、天国準備濃厚ですからね。僕今まで、もうほんと数少ないんですけど、それで天国準備じゃなかったこと一度もないです。まあだから、ほぼほぼ確定だと思うんですけどね。まあ今んとこ濃厚にしときます。サンプルが少ないんでね。で、いただき AT の時もそれが出てくるんですよね。まあいただき AT の方が分かりやすいですね。 A モードだと黄色い車じゃないですか。で、それが100ゲームから緑色になったりしたらもう B モードですよね。で、101とか、まあその辺で来るんですね、あの AT のいただき中の時は。で、108ゲームからね、急に黄色い車になるんですよ。何にも引いてないのに。あれ？なんて思って。で、その代わりちゃんと前兆来ますよ。だから不思議なんですよ。あれ？俺、チャンス目とか強調引いたっけな？なんて思っ
ったっすよ、最初の頃は。それはスタートに戻ると、その100ゲームの時がすごい重要なのが、100ゲームの時に B モードに上がったのにもかかわらず、108ゲーム109ゲームぐらいで下がるんですよね。要は A モードの示唆が出ちゃうんですよ。で、一回消えるんですよ。え、何これっていうの。それが天国準備の隠れ示唆っていうのが、本当気づいたのがね、1年半ぐらい前かな。本当もう最近ですよ。最初の頃はそのずれなかったんで、あ、謎モードかなと思ったんですよね。あとね、あれでもわかるんですよ。あの96ゲーム以内の全長でもわかるんですよね。例えば頂きのね、鏡ステージでやった時に、緑色の車になる時あるじゃないですか。20ゲーム、40ゲーム、60ゲーム。そういう時は、ほぼ当たりなんですよ。で、確定でいくと、60ゲームから、68ゲームの間に、レア公約も引かないのに、緑色の車になったら、もう、絶対当たるんですよ。けど、20ゲームと40ゲームに、緑の車になっても、外れる時あるんですよね。それちょっと区別してください。それがさっきと同じ内容と一緒なんですけど、20ゲームと40ゲームで緑の車になった時も、ほぼほぼ天国の当たり方するんですけど、外れた時にさっきと同じ要領なんですよ。当たらなきゃいけないのが当たらないのは、天国準備示唆だったっていうのが発見したんですよ。そうだな、単純に覚えてください。今のもう全部取っちゃっていいです。単純に覚えてください。レア公約がなくて20ゲーム40ゲームで緑色の車になって全長入って外れたら、もうやめないでください。それ天国準備の示唆ですから。それと100ゲームから108ゲームまでに緑の車になって、109ゲームあたりで黄色の車になったら、それも天国準備ですから、それも捨てないでください。で、これが頂きの時以外でも同じですからね。通常時でも一緒ですからね。レア子役を引かないで20ゲームで雫ステージに上がった時と40ゲームで上がった時、全長入っても外れたらね、捨てないでください。天国準備の可能性あります。濃厚。これが天国準備隠れ示唆です。いやー、もうやらかしたなーと、これ発見した時思いましたね。さすが大東技研だなと思って。やっぱね、なんすかね、やっぱ面白いゲームとかスロットってね、全部バラさないんですよね。分かんないように隠れキャラみたいなね、隠れアイテムとかね、そのドラゴンクエストみたいな要素残してますよね。それがもう分かった時もう楽しかったですね。お、こんなの俺見つけちゃったよみたいなね。今まで天国準備の細かいことをバーって言ってきましたけど、もうほとんどね、ネットや雑誌に載ってることですから、僕の意味がないですよね。もう僕が意味があるのは経験則ですね。つまり日本一サラバンを打ったことがある500万ゲームのデータにおける経験則を分かりやすく説明したいと思います。天国準備中によく出る演出が3つあるんですね。それを覚えてほしいです。それ非常に簡単ですからね。まず1つは猛犬衆ね。ドン。この猛犬衆はね、外れたらダメなんですけど、当たったら次回天国確定ですからね。ということは天国準備にいた可能性があるっていう演出なんですよね。2つ目、豪天交渉っていう演出ですね。トドロキのお父さん豪天社長のめちゃくちゃ強い演出ですね。1ゲーム、2ゲーム、3ゲーム、4ゲームって連続するんですけど、2ゲーム、3ゲーム、4ゲームで終わるんですよね。で、2ゲーム目で終わった場合は次回天国期待、まあちょっと薄いですね。3回目まで続いたら青7、または次回天国確定。そして4回目、青7プラス次回天国確定、または超番長っていう熱い演出です。しかもこの豪天交渉っていうのはさっきの猛犬衆とは違って、来た時点でもう確定ですからね。めちゃくちゃ強い演出です。3つ目は天国以外の当選で青七天杯における俺が轟金剛だっ
ってセリフを言った時です。この3つです。この3つがね熱いんですよ。まず猛犬臭言いましょうね。猛犬臭っていうのはね、2回来たらもう僕あのモード判別やめちゃいますね。1回でもすごいこれは熱いなってなるんですけど、まあ一応慎重に2回は欲しいんですよ。つまり今まで言ってた3つの中で2つ以上重なったらもうモード判別しないです。他の判別しだします。じゃあその例題いきますよ。猛犬臭多数青七天杯俺が轟金剛だっていうだけでもいいですよね。そこはあと猛犬臭プラス豪天交渉。ただ豪天交渉に関してはちょっと注意点、2回目は無視してください。2回目で終わったやつは次回天国期待、つまり確定じゃないので猛犬臭より弱くなるんですよね。じゃあ豪天交渉どれを見るかっていうと、豪天交渉3回目のさらに青七じゃない方です。3回目で終わって赤七天杯になったら OK です。4回目は問答無用で OK です。つまり赤七だったら次回天国確定なので猛犬臭と同等扱いになるので、猛犬臭プラス豪天交渉3回目以上の赤七天杯か4回目行った場合、2回以上重なったらもうモード判別やらないです。でまあちょっとだけ若干弱いのが青七天杯の俺が轟金剛だっていうね。青七揃いっていうのは天国準備か天国にちょっとだけ出やすいんですよね。で次回天国の可能性もあると、プラス青七天杯で俺が轟金剛だっていうのも次回天国期待なので、ちょっとだけずつが2つあるんで少し次回天国の可能性が猛犬臭に近づくんですよね。だから天国準備の演出の可能性があると。でね、意外とね天国準備で青七揃いがあるのって知らないと思うんですよね。これ覚えておいてください。ここからまたエピソードを話したいと思います。僕ですね、超研修っていうのを4回やったことあるんですけど、超研修って多分皆さん憧れの演出だと思うんですけど、僕の中ではもう全然来てほしくない演出ですね。なぜかと言いますと4回ともね不発だったんですよ。もう多分全部6だったと思うんですけど、超研修ってね6しか出ないと思いますね。なんでかというと、今日説明したあの天国準備の時にやたらとねレア役を引きまくって仕込みまくってモードがどんどん上がって、天国便宜に連れてってもらって起きるのが超研修なんですよ。天国準備が猛研修多いって説明したじゃないですか、あのパンダがいっぱい出るやつ。あれの上が超研修なんですけどね、仁王像が7体出てくるんですけど、ぐる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 回ってむちゃくちゃかっこいいんですよ。で最初にね、一番最初に超研修来た時はもうビビりましたね。たまたま珍しいんで俺撮ってたんですよね。うーんとか言って始まって、で最初猛犬臭に入ってボタンが出て、ボタンを押したら仁王像7体の超研修ボーンって来て、おーやったこれは超研修だと思ってバーって撮ってて、でむちゃくちゃかっこよくてパンパンって来て、で天国が2回以上来るのが超研修なんですけど、まあ、その時たまたま天国3回来たんですよね。で全部ねいただき入んなかったんですよ。でなんでね嫌だかっていうとね、恥ずかしいんですよね。超研修ってね出ない時に来るんですよ。つまりいただき中には超研修来ないですよね。でいただきということは出てるってことじゃないですか。つまり出てない時に出るのが超研修と思ってください。うわーと思っちゃうんですよ。特に天国 B なので青七が出やすいんですよね。で青七が出やすいのにもかかわらず
運が悪いんだろうな、その時は。いただき入んないですよね。青菜だったら普通、いただき入りやすいじゃないですか。なんでか知んないですけど、入んないんですよね。で、なんでか知んないですけど、40ゲームが多かったりするんですよね。まあ、要は噛み合わせが悪いっていう、運が悪いっていうだけなんですけど、超研修だからもう、すべてやっぱ動画撮っちゃうっすよね。そうするとみんな集まるじゃないですか。で、うわぁ、超研修だって言って、やっぱもうギャラリーがゾッと回るんですけど、結局出ないと。で、めちゃくちゃ恥ずかしいと。だからね、何が言いたいかっていうと、超研修、来ても、あんま良くないですよ。唯一、やってない演出があるんですよね。僕でないっていうのはなかなかないですよ。何がないかっていうのはね、あれです、スラッシュ、いただきスラッシュで全回転ね。俺一回もやったことないですわ。はい。だから一番やりたいのはいただきダブルスラッシュで全回転やりたいっすね。いただきダブルスラッシュで超番長4分割すると思ったら大間違いしませんからね。うまいことできてますわ。ただやりたいっていうだけです。それじゃあまたね。わきねー。